スプリンギンというゲームを試したり聞いたりしていきたいと思います。あとチャンネル登録高評価お願いします。じゃあ最初挨拶ゆうじくんお願いできますか。はい、どうも皆さんこんにちは。今回はね、スプリンギンという、仕組みデザインの会社の社長さんと一緒にスプリンギンというゲームを聞いたりやったりしていきたいと思います。で、今から社長さんの中村さんに少し軽く自己紹介してもらいます。はい、仕組みデザインの中村俊介と言います。自己紹介難しいね。いきなり振られると。仕組みデザインという会社は今15年やってます。会社作って今15年経っています。で、その途中でね、スプリンギンっていう誰でもプログラミングができて作品が作れてゲームも作れるよっていうアプリを出しているので、今日はそれの紹介とそれから体験をしてもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。それで今から早速少しだけなんか質問みたいなのをしてみます。はい。質問なんですけど、はい、なんでこの机とかがレゴなんですか。あ、いきなりそこ。これね、会社ここの部屋オフィスを作るときに何かここミーティングルームだから来た人が楽しめる、おお楽しくなるなっていうようなものが欲しいよねっていうので、うちの会社のデザイナーがレゴでテーブルを作りたいって言ったところからスタートして、でなのでこのテーブルは自分たちで作ったテーブルです。だから売ってないです。でもそうするとこれ見たらわーってなるでしょ。でここで打ち合わせとかね、仕事の話をするんだけど、その時にここに最初に来たらわーってみんななるから、ここの会社はきっと楽しいことをしてくれるに違いないなっていうふうに一番最初に思ってもらえるので、単なるテーブルなんだけどテーブル以上の役割があります。じゃあ次はなんでそのゲームの名前をスプリンギンにしたんですか。あ、これスプリンギンの名前が長くなるよ。なんでスプリンギンっていう、スプリンギンが何かって話はきっとどっかに出てくるんだろうね、この動画のね。なのであとはなぜ仕組みデザインという会社、会社の名前、名前気になりすぎ。これね、それはこれで長くなるんだけど。やる前にスプリンギンはどういうゲームかちょっと聞かせてください。スプリンギンっていうのはプログラミングの機能というかね、プログラミングができる道具ではあるんだけど、プログラミングだけするわけじゃなくて、文字とかを使わなくても自分でゲーム作ったりとか、絵本作ったりとか楽器作ったりとか、自分の作品がすぐに作れるようになる。で、作り始めたら結構ね、ハマるとものすごいのも作れるようになるよっていうようなビジュアル言語になってます。プログラミング自体はしたことあるか。何でやってるの。パソコンでスクラッチ。スクラッチやってる。ね、じゃあ、一番初めて触る人が作るのに作りやすいので、ボールがね、転がっていくピタゴラスイッチみたいなやつを作るっていうのがあるので、それをやってみたいと思います。で、左側のタスクをピッとします。そうすると、絵を描ける。で、色がね、自由に好きな色を選べるので、なんか好きな色を選んで、で、そしたら、で、ここに、音入れた方が面白いかな。音入れたいと思います。画面、顔を触って、で、音符のマークは分かる？音符マークが、ね、ここにあって、そう、それを押したら、で、タスを押して、うまい子を押した時に録音されるんで、ゴール記録か、タッチしたからね。細かい音を入力してるってすごすぎるでしょ。ここのところがこうやってね、トリミングっていうんだけど切れるんで、最初のトーンと外してこの辺ぐらいまで持ってくると多分ちょうど再生しました。ゴール。そうですね、高さ変わるよこれ。ゴール。ゴール。
ゃあそれでいいなと思ったらそうちょっとクロスで、もう一回タッチして、で、これが自動で鳴ってほしいので、ここにあるこの自動再生ボタンを押します。そうです。で、再生してみてください。ふぅってなります。そうそうそう、さっともらってね、じゃあ停止を一回押してストップして、で、これいつゴールしたらいいかっていうと、さっきのね、こっちのページに戻った方がいいんだけど、このボールがここに行ったらゴールにしたいじゃない。なのでこのカゴの方を選んで、このカゴの中にページをめくるっていうのがある。どれでしょう。あ、これだ。それです。で、移動したい、これね、ページ移動するっていうところなので、移動したい先は装置のゴールね。で、OK をします。で、ここのカッコンとか触ってみるといきます。指で触ると、で、っていうことはタッチされたりとかっていう、そういう何かのきっかけがあったら実行するっていうことになっているので、こっちで言うとボールが指の代わりをしてあげたらいいよね。なのでボールを選んで、このね、ぶつかるやつがある。これ指の代わりに、そう、これぶつかった相手に対して、それ、そう、それやって、あの指の代わりをするっていう。そうそうそう、っていうのが作れますよっていうところです。で、左右がそうそう、ゴーってすると、お、つかめる、お、つかめる、そう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 、鍵取って敵に当たんないようにとか、まあ、もうこれ多分やり始めたら時間かかるそう、こんな感じのね、ゲームもいっぱいありますというような感じで、あの、まあ、自分で作るのはもちろん楽しいし、作ったやつを他の人に売るということまでできるし、で、他の人の作品で遊ぶのも楽しいっていう、そのなんか iPad とか App Store あるじゃない、 App Store みたいなのがここにあるような状態で、そこに対してあのアップルの審査通さなくてもゲームが出せるっていう楽しさが、あの疑似体験なんだけどね、っていうのができるようになっているという。はい、どうだったでしょう。これはすごいアプリというわけで、今回は、中村さんにあのスプリンギンのことを聞いたり、スプリンギンを体験してみたりしました。ということで、今回はここまでいきたいと思います、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイありがとうございますチャンネル登録やっぱやらんといかん。